はい、どうもこんにちは、ロクゼロリと、あ、ちょっと、はい、どうもこんにちは、ロクゼロリです。はい。というわけで、今回はですね、まぁ、ちょっと、キズメイクを文房具だけでやろうという動画なんですけれども、今回ですね、まぁ、新たに、こちらを追加して、今日から撮影していきます。こちらは、ソニーの、まぁ、マイクなんですけど、まぁ、これ、こんなか、こんな感じになっちゃ、なってて、これでもマイクとして使えるんですけど、このスポンジがあることによってね、僕、よく鼻息が荒いとか、すごい言われちゃうんですけど、まぁ、ちょっとマイクがね、ちょうどカメラの、僕が喋る位置にめっちゃ近いんで、もう風とか入っちゃうんですよ。息のブーブーブーっていうのが。それをなくすためにこちらのマイクを買いました。音フェチとかにも使えると思います。それでは今からこれを装着して、どうぞ！というわけで改めてやっていきましょう。まず、キズメイクのやり方、やり方なんですけど、なんか、それっぽいのが残っちゃってるんですけど、まずこれ一つ目の手順です。用意するものは、こちらの赤ペン、なんていうの、こういうタイプ。と、青いペン、またこういうタイプ。で、最後に、ちょっと濃い 4B ぐらいの削りたての鉛筆、この3本だけでいいです。これを今回は作っていって、これを使って、こんな素人ながらやっていきたいと思います。まあね、やり方は簡単ですね。まずこの一つ目の手順って言ったんですけど、これで自分が描きたい、まあ、大きさの傷をファって描きます。そしたらこれ油性なんで、水でサッて流すと表面だけがちょっと取れて、でちょっと残るんですよ。この残るのを使います。で、今ちょっとそれっぽくなりました。そしたら次に一回、なんか こんな感じで、こんな感じで持って、この傷の周りらへんを、こう、やっていって、黒くします。周りをこうやって囲みます。で、ちょっとはみ出しちゃったら、指でこすって、こんな感じ、します。はい。そしたら、次に、一回、もう一回赤いペンで、上をなぞります。はい、こんな感じですね。そしたらちょっと端っこをね、尖らせる感じで、また黒い鉛筆で黒をね、のせて角を際立てるっていうか、こんな感じ。そしたら青が登場します。青はちょっと描いたらぼかして、ちょっと侵入させてぼかす。なんか、あ、周りがあざになってるような感じでやります。で、青がちょっと乗ったら、また上に黒を乗せて、まあ紫っぽい、あざっぽい色にします。まあ、濃すぎたらちょっと変えて、こんな感じ。とりあえず青と黒を混ぜ合わせようっていう感じです。それっぽくなってきたでしょ。そしたら次に、なんていうの、ポコって浮き上がってる風にしたいので、こんな感じで、なんか影をこう描いていきます。意外とこの鉛筆痛いです。本当に傷ができそうなぐらい腫れちゃった、この前。はい。で、ちょっとなんていうの、ぼやかして、そしたら、もう一回赤いペンで血だけが浮き出てるようなね。血だけぼやけてないみたいな感じにします。あとはぼやけてるんだけど、血だけはぼやけないようにしてください。そうすればね、中がなんか見えてるけど、っぽくなってきたでしょ。で、周りの影が意外と大事です。で、ここがちょっと変だなと思ったら、また青を抜けてぼやかして、青は、ま、なるべく塗ったらすぐに、ね、なんて、ま、こすってぼやかして、いいですね。はい。そしたらもうそろそろ OK かなって感じになったら、最後にこのままじゃね、ちょっと赤すぎるんで、上から1本だけさっと自分の納得いく血の色になるまで、血っぽい色になるまで赤のラインにをなぞります。鉛筆で。そ
それっぽくなったと思ったら完成でございます。これで暗すぎちゃったらこすって赤いペンを乗っけたりしてください。ぽいでしょ、なんとなくですけど、なパッと見ぽい風になりました。これ人によると思います。でちょっとなんかめっちゃ傷を描くのが得意な人がこれをやったら本当に間違われるかもしれないので気をつけてください。というわけで今回は文房具だけで傷風メイクができるような動画でした。皆さんもやってみてね。バイバイ。あとマイクどうだった？マイクどうだった？というわけでクリスマスコーナーに入りました。今日はなんか7日のところにめっちゃ侵入してで、もうちょっとやばい感じになってそうなんだけど廊下のところを開けます。あ、いない。どっかから取ります。はい、じゃあこれにしましょう。はい、今日はこれです。なんかブーいただきます。買って美味しい。なんか落ちちゃってちょっと2回としようか。というわけでクリスマスまで、ワクワクしながら待とうぜ。